この統計を振り返ったときに、この2018年だけなぜこんなに伸びてるのいや実はこれ偽装されたんだよ。でもそれをすまないと思います。なぜならば、じゃあそのときの国会や政府何してたのと後進国でもないのに、こんな明らかな賃金偽装をなんで国会で放置してたのと必ずこれは与党や党関係なく、世界中から 日本という国が後進国に転落した大きなきっかけがこのアベノミクス偽装、賃金偽装であると批判されるんではないかと私は非常に危機感を持っております。そこで赤石先生にお伺いしたいんですが、もう誰が見ても違う事業所を比べてるからこの1.4%は事実上の景気指標としての伸び率としては実態を表してない虚偽であるということは明らかなのに なぜそれを証拠にもなく、今の政府は公表し続けて、それを撤回しないんだと思われますか人おっしゃるとおり、これはあの2018年の数字は嘘の数字なんですが、なぜこれを下げないかというと、ま。あ ばれたくないからでしょうね、悲惨な結果であるということがばれたくないから、そして大きな,大きな声で嘘をつき続ければ、国民もそのうち諦めるということに、味を占めているというふうに思います、賃金って一番国民が興味を持つところですから、それについて、完全にわざと嘘をついている、ちょっと一点強調したいんですけれども、去年、賃金21年5ヶ月ぶりの伸び率というふうに、大々的に報道されました。 こうやって嘘の数字を作ってるということを分かっていながら、あえてやってるんです。21年5ヶ月ぶりなんていうのは、厚労省側から言わないとあんな数字は出てきませんから、記者も厚労省側から言われたことをそのまま報道したものと思われます。つまり、完全にわざと国民を騙そうとしている。これは断じて許されない行為であって、 うこの,嘘の伸び率というのは、絶対に撤回していただきたいというふうに私としては考えております。撤回したくないんであれば、遡って改定するか、あるいは参考値の伸び率の方を出しなさいと、そういうふうに思っています、以上です委員長。山さんいや、これは非常に深刻な問題です。